ニュータウンプラザは、香港、スナデンの中心部にある、ショッピングモールである。新大取り始め不動産によって開発され、1980年代、初頭に完成した際には、香港の深海で最大のショッピングモールであった。20万平方メートルを占めている。フェーズ1とフェーズ3から、プラザが構成されており、フェーズ1から1キロメートルも離れていない。 グランドセントラルプラザと同様、互いに接続されている。フェーズ1では、2003年から2008年にかけて、大規模な改修が行われた。9階建てのメインモールは、砂原駅や連城広市場の隣にある。現在まで、香港で最も来客数の多いショッピングモールとして、残っており、近くの団地からのシャトルサービス、ミニバス路線、 プラザ内に位置する MTR 駅のような多くの交通手段で結ばれている。ニュータウンプラザフェーズんグランドセントラルプラザニュータウンプラザフェーズんは、施設住宅とショッピングアーケードから構成される。5つの超高層マンションと1990年から1992年にかけて建設された3階建てのショッピングアーケードがある。グランドセントラルプラザには、ショッピングモール、 ホームスクエアが入る。フェーズ1の3階、ポディウムの上には、スヌーピーズワールドと呼ばれる屋外プレイグラウンドがあり、アジア初のピーナッツをテーマにした屋外プレイグラウンドである。2000年9月1日にオープンした。スヌーピーズワールド新しいミュージカル、噴水ニュータウンプラザフェーズ1がオープンした際、3階の中央にある楕円形のミュージカル噴水も、 ショッピングモールの象徴となった。噴水は2004年8月に取り壊されたが、その後、2005年5月に7階の屋上庭園で再建され、同年の11月にオープンした。砂田公園。ありがとうございます。